どうも皆さんこんにちは、ピクトということで、羊がすごいことになってるんだけどということで今回もね、またね、雪ブロックの世界でサバイバルやっていこうかなと思います。はい。で、前回からね、ちょっとね、いろいろね、なんか地味な作業をねやっておりました。で、クエスト内容にあった砂漠を育てるをまずここにやっておきました。はい。もう裏でクリアしちゃうっていうね。で、スイカを育てるもここでやっちゃった。で、カボチャを育てるもここでやってしまった。そしてサトウキビもね、ここにねやっておきました。はい。だいぶ進んだんじゃね今回。まず最初に、この雪ブロックの世界にある鉱石をね、フォーチュンがついてるラッキーピッケルで、壊しまくります。そしてダイヤモンドをね、集めてダイヤ装備を作りたいっていうのと、その後ゾンビから人参を手に入れて、育てたいなって思います。はい。まあ、それでですね、ダイヤ装備を揃えるっていうクエストと、人参をね、栽培するっていうクエストが多分クリアできると思います。ってことで、まあ、早速ね、ダイヤモンドここであ、ここにあるんで、まあ、何個出てくると思うでしょうかっていう感じなんですけども、まあ、言うてね、幸運5ついてるから、多分4個くらい出てくるんじゃない。行くぞ、運試し行くぞ、せーの、はい、来た。ドン引き、こんなに出るの、待って、幸運後ってこんなに出るの、ちょっとドン引きしたんだけど、俺なんか3個ぐらいだと思ってすごい油断してたんだけど、マジか、マジか、これだ、あ、うわ、そこで1個出るんかい、一気に6個も出るんだ、すごいな、幸運後ってこんなに強かったんだ、ちょっと待って、待って、すごい喜んでたのにさ、すっごい喜んでたのに、結果12個だからね、あんまり多くなかったかね、最終的には。でさ、クエストにさ、モブファーム作れっていうのがあるんですけど、モブファームってさ、実際どういう感じなんですかね。ちょっとコメントでよかったら、モブファームを教えてくれると嬉しいですってことで、まあ、引き続きね、ちょっとダイヤモンドを見つけ次第、幸運でね、壊していこうかなって思います。お、待って、ダイヤモンド見つけた。来た。オッケー。ダイヤモンド見つけたぜ。これでもうさ、12個でしょ、今。今12個で、もうブーツ作ってあるから、あと何個必要なんだ ?19 個で多分装備全部作れんのかな、わかんないけど、ごめん、計算間違ってた。ごめんね。ってことで、まあ、ここで一気にね、集めたいなと思う。来たー。もう集まった。余裕で集まったわ。全然余裕なんだけど。もうこれでダイヤ装備作れるじゃん。やった。めっちゃ楽なんだけど、やったね。待って、あ、これあれか、スポナーか、びっくりした。びっくりした。この世界全然広くないのにさ、待って、なんか新しいもん見つけたとか言おうとしちゃった。危ねえ、マジで。危ねえ、口滑らせるとこだったぜ。あ、ちょっと待って、バカ、危ない。ちょっと待って、危ないから。危ねえ、なんか油断して掘りまくってたらさ、なんかまた前回のゾンビみたい、ゾンビというかバイオハザードになりそうになったんだけど、危な。お前ら危ないから、痛い、届くんかい。届くんかい、攻撃。危ない、びっくりした、ほんとに。あ、待って、コイン、ちょっと待って、ダイヤモンド見つけた、今。今、ちょっとダイヤモンド見つけました。ダイヤモンド、来たー、ここにもダイヤモンドがある。めっちゃダイヤモンドあるんだけど、この世界、やばいな。で、ここも集めていく。はい。いいね、ダイヤやばい、もう30個近く集まるんだけど。で、ここでも集まる。はい、オッケー。35個だね、全部で。すごい集まったな。めっちゃダイヤ集まったじゃん。余裕でもう装備作れるんだけど。あ、で、あと、ついでにさ、ポーション、なんか、水入りポーションで、ネザーウォート入れといたんで、ちょっと、ブレイズパウダーであれ作りましょう。これ、ポーション作っておきましょう。これで多分、ポーション2種類作れたんで、まあ、いくつかポーション作れって言ったんで、まあ、2種類、まあ、良くてもう1個作ればいいかな、ぐらいな感じなんで、とりあえず、まあ、2種類作っておきましょう。はい。これで OK なんじゃないかな。で、ダイヤモンドがいっぱいあるんで、これで装備作っちゃいましょう。まず、頭、胴体、レディースト。これでダイヤモンドね、フル装備整えました。オッケー、完璧ですね。はい。どうするか、人参取り行きたいって気持ちもあるけど、ネザーも行きたいな。で、ワンチャンさ、なんか人参ネザーにあるんじゃないか説も僕の中でもあるんで、ちょ、ネザー行きます、今回は。多分ね、下の方にもしかしたらあると思うんで、どうやって行こうかな、下。この辺から地道に掘ってっていくの。お、待って、グローストーンがある。なんでこんなとこにグローストーンがあんの、謎のグローストーン発見した。で、これどうしよう、なんか下にとりあえずこう、階段掘りしていくけど、多分あれかな、ゾンビスポナーみたいな感じで、なんかスケルトンスポナーとかがあるんじゃないかな。スケルトンかな、クモかな、わかんないけど。なんだっけ、釣りをしろ、あ、待って。あ、これは要塞と同じレンガだっけブロックか。あれじゃないの、釣りをしろっていうクエストがあったんで、蜘蛛の糸を手に入れなくちゃいけないから、もしかしたらなんか蜘蛛の糸が中に入っているか、なんかスケルトンのスポナーとかがあって、なんだろう、コップンとかが手に入りやすくなったりしてるのかな。コップンいるかわかんないけど、十分あるけど、だいぶなくなっちゃったかな。まあ、とりあえずこの下に何かしらあるっ
ていうのが分かったんで、あ、いたいた、あ、スポナーある、あるあるある、何スポナーこれ、え、ちょっと待って、え、え、ちょっと待って、え、え、え、ドン引きちょっと待って、マジか、あ、マジかえ、待って、え、ウィザースケルトンのスポナーとかあんの、え、いらなめっちゃいらない、いや、ウィザースケルトンのスポナーとか怖いから、ウィザースケルトンで合ってるよね、ウィザースペルスペ、ウィザースケルトンのスポナーとか怖いから、ただ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 怖いから、え、どうしよう、どう、あ、ここか、ここから行ける感じかな、このこのところから、こう横からこう地味に地味にね、あの最初のゾンビみたいな感じで、こう下から足元から攻撃していくスタイルで行こうぜ。で、あ、入り口あんのか、ちょっと待って、どんな感じ、あ、そういう感じね、そういう感じね、オッケー、ナイス、あれ待って、意外とナイスな状況判断じゃないですか、これは。こっから攻撃できるパティンや。で、チェストがね、中にあるね。ちょっと待って、チェストめっちゃ欲しいんだけど、骨めっちゃもらえる。骨めっちゃもらえる。チェスト取り行くか、先に。先にチェスト取り行こうぜ。あ、ここも入り口になってんだ。なんか入り口たくさんあるな。とりあえず入り口らしきところがたくさんあるんだけど、あった。ここ取れそうだな。ここか、オッケー。で、スポーンホース、あ、待って。え、馬栽培とかあったっけ？全然覚えてないんだけど。馬栽培とかあったっけ、まあ、とりあえずチェスト取っていく。で、他に逆側から、うわ待って、怖い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 、え、ウィザースケルトンってさ、弓持ってたっけ、お前そんな能力持ってたっけ、ウィザースケルトンって。ちょ、めっちゃ工事し始めてるんだけど、なんか、え、めっちゃビービー言ってるんだけど、助けてください、すいません実況妨害やめてください本当に。待って待って、あ、もっと奥か、こういう時のね、バリアです。ということで、ここにチェストがあるんで、取っていきましょう。取って、取れる。オッケーオッケー。お、待って、ボー・オブ・ディスティニー。何それ、かっこいいんだけど。運命の弓ですか？めっちゃかっこいいんだが。え、超かっこいい弓手に入れた。パワー、何これ 7？ めっちゃ強くないで、インフィニティついてる。20% スピード、アタックダメージ8、強。ノックバックもついてる。で、アンブレイカブルだから、壊れない。工事の音うるさい。だが、しかし一つ問題がある。矢を持っていなかった。あ、そうか、エンダーチェストせっかくだから使うか。なんかせっかくエンダーチェストもらったし、じゃあここに置いとくか、エンダーチェスト。エンダーチェストの中になんか入った、スポーンピック、あ、待って、豚のスポーンエッグあんじゃん、気づかなかった。あ、ここにあったんだ、豚のスポーンエッグ。待って、馬あったっけ、召喚するみたいなところ全然覚えてないんだけど、まあ、とりあえずここに来た理由は、とりあえず豚のスポーンエッグが手に入ったからよしみたいなところあるよね。え、待って、すげえ、ダイヤ落とした。あ、すごい、ウィザースケルトンからダイヤ落とした。これあれかな、罪防止的な感じかな、罪防止対策的な感じでダイヤ落としてくれる的な感じかな。まあ、つってももうダイヤいらないんだけどね、僕よし、じゃあ今回は再びね、人参を手に入れましょう。豚の繁殖に人参が必要なんで、ちょっと人参を手に入れるまで今日はね、やってそこで終わりにしようかなと思います。おら、人参出せよ、おらおら、人参出せよ、おら、こっちは怖くないんだぞ、おらみたいな感じで。でもさ、もう防具ついてるしさ、剣も強いし、これ負けないでしょ、負けないとか余裕でしょ、もう。ちょっと待って、人参こいつら全然落としてくんないんだけど、なんかさ、じゃがいもはまた落とすのにさ、人参全然落とさないんだけど、ゾンビってさ、人参落とすよね、確か。てかもう落とさなくても普通にゾンビ、これ多分このワールドのゾンビだったら落としてくれる的なあれな気がするんだけどさ、はい、押してくんないかなお、来た、早い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 、来た来た来た、キャロット落とした、オッケー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 。で、これであとは人参育てて、ですね、豚繁殖させればクエストまたクリアできるので進みますね、また。よし、じゃあ人参育てるか。で、骨粉がね、あのなんかさっきウィザースケルトン倒した時にいっぱいなんか骨手に入ったんで、もうこれでね、人参いっぱい育てたいな、ちょ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 育てたいなと思います。で、これで、はいはいってやっちゃって、これでパッパッパッとやって、パッ、オッケー、もうこれでいいでしょ、もうこんだけあれば多分大丈夫だと思う。で、ですね、待って、もしかして、あ、ウサギも喜んでるパティンですか、これは。で、ここでスポーンピック出しちゃう。で、もう一匹出しちゃう。ちょっと待って、もう一匹出て、あれ、あ、ん、あ、出てる、あ、待って、もしかしてさ、スポーンエッグなんか体つなげてやっちゃうと子供しか生まれない、出たー、出た、そういうの。ということで今日はね、これぐらいで終わりにしようかなと思います。ということで次回はですね、ちょっとモブファームに関してちょっとよくわかんないんで、よかったらコメントで教えてくれるとありがたいです。で、ですね、あと何やっていくかっていうと、あと家作りね、家作り、もう終盤に来て家作りっていうのもおかしいんですけど、家を作る、スノーファーム、あとクリスマスツリーの建設かな。まあ、クリスマスツリーは結構簡単に作ると思うんですけども、多分それぐらいだと思いますね。で、豚に関しては
あのちょっと成長してからまた繁殖させようかなって思ってます。だから次回あの繁殖させます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画楽しんでくれたら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねバイ。多分もう次最終回になると思います。はい、あよかったらハイフワールドとか募集してます。じゃあねバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるのでそっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねバイ。その色や絶対ここまで見てるやついねえよな。